よし。よし。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。今日は何？今日は腹腔鏡手術に関するご質問を Twitter や Facebook、Instagram など SNS で募集して、獣医師の方から看護師、さらにはペットのオーナー様からも合計20個ほどの質問が来ております。はい。そうだね。まず挨拶しようかな。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。松並動物病院の獣医師の松並です。で、今日はですね、前からやりたかった、ちょっと皆さんからの質問を、実は、今ご紹介あったように、いくつかの SNS 媒体から集めまして、で、合計で何個ぐらいあるのかな？合計でおそらく20個ほどのご質問が集まっております。ありがとうございます。でですね、今回ちょっとカメラの向こう側にですね、新人の獣医師の堀内先生がおります。今回インタビュアーみたいな感じで、いくつか質問を、してくれて、それに対してちょっと答えをお話していくっていう形式になりますので、ちょっと新しい試みですね。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Twitter、Instagram、Facebook。まあ、全然知らない人もいましたし、何か知り合いも後輩も質問してくれてたんですけど、合計で20個。結構多いね。結構多いですね。結構多いね。今回の動画は前編後編みたいな感じでやっていこうかなと思うんで。で、実はですね、今回腹腔鏡に関する、質問募集したんですけど、まあ中には全然関係ない質問をしてきている、方もいらっしゃったので、それに関してはどうしようね。最後にちょっとおまけコーナーでも、おまけの動画コーナーでもつけて、最後ご紹介しようかなと思う。本当にくだらない質問してくる、人たちも人たちもいたので、はい。もしかしたらピーとか入るかもしれませんけど、最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速いきますか、先生。はい。はい。では獣医師の先生からのご質問から入りたいと思います。はい。1つ目ですね。これはね、一問一答でいく感じね。一問一答でお願いします。で、後で解説みたいな感じでいいですかね。はい、お願いします。はい。じゃ、まず1つ目です。はい。導入するときにいくらかかりましたか？400万円ぐらいです。じゃ、次にいきます。はい。獣医師キャリア何年目から腹腔鏡手術を始めましたか？獣医師になってからは、11年目かな。はい。そこの質問に続くような形ですね。はい。腹腔鏡手術を始めるきっかけになったことは何ですか？きっかけ。まあ、友人に医師の先生方が結構多くて、特に消化器外科とか泌尿器外科先生がいて、いろいろお話を聞いて興味を持ったのがきっかけです。ちょっと今お話があったんですけれども、次のご質問が、腹腔鏡手術を何から学びましたか、また何から始めましたか。何から学んだかっていうのは、さっきも言った、その友人の医師の手術を見学させてもらったのと、あとは実はアメリカの獣医師の先生で腹腔鏡動画を YouTube にアップしてる先生がいたので、それからちょっと見よう見まねでって感じですかね。ここからは腹腔鏡手術の内容の話になってくるんですけれども、はい、腹腔鏡手術で行う避妊手術は卵巣だけ、はい、もしくは卵巣も子宮も摘出しますか？はい。当院は卵巣と子宮を全部取ります。では次です。腹腔鏡手術をやって良かったことは何ですか？やって良かったこと。とにかく痛みが少ない。あとなんか新しい、外科手術を、なんかこのキャリアからまた新たに始めれるという喜びもありました。はい。じゃあ腹腔鏡手術で困ったことは何ですか？困ったこといっぱいありますけど、これまでお腹を開けて手術をしていたのが、いわゆるその腹腔鏡になるとお腹を開けないでやることに対してのジレンマが最初は困りました。
はい、じゃあ次の質問です。はい。腹腔鏡手術から開腹手術に移行した手術はありますか？あります、あります。獣医師の先生からの最後のご質問です。はい。腹腔鏡手術のセミナーには行きましたか？はい、行きました。海外にも行きましたし、国内でも、いくつか行きました。行ってよ。いくつかね、質問いただきましたので、ちょっと深掘りして一つ一つちょっとコメントさせていただこうかなというふうに思ってます。まあ、前半部分は獣医師の先生からいただいた質問を最初に答えさせてもらいましたけど、今そんな感じで、今こちらに出てるのかな、こんな感じで今出てますけど、こんな内容でした。で、これをですね、今からちょっとうまく解説していこうかなというふうに思ってます。まず一つ目ですね導入するときにいくらかかりましたか、はいはいはい、というご質問ですね。はい。具体的には何が一番高価なものなのかとか、もろもろを教えていただきたいなと思います。はい、まああんまり覚えてないですけど、ざっくりやっぱり400万っていうね、数字上げさせていただきましたけど、一番高いのは腹腔鏡のシステムですよね。構成鏡、まあ、組めるカメラ、あとカメラヘッド、あとは光源、光。うちカールツストルツを使ってるんですけど、カールツストルツから提供してもらってるのは 4K の液晶テレビだね。あれは結構高かったかなと思います。セットとしていろいろ監視とか用意するんですけど、腹腔鏡でもね、初期投資として400-500万というふうに話したんだけど、導入してからの方がお金かかるかもしれないな。超音波メス、うちオリンパス製のサンダービート使ってるし、電気メスもそうだし、細かいオリンパス製の監視だったり、そういったようなものをどんどん買い足していくと、やっぱ高いかな、高くなるかなと思います。次のご質問です。はい。獣医師のキャリア何年目から腹腔鏡手術を始めましたか？ちょっとまとめさせていただきます。さあ、それを始めるきっかけとなったことは何でしょうか？腹腔鏡手術をやり始めてからは、やり始めたのは獣医師キャリア、10年11年目かな。で、まあそこから今 4,5 年ぐらい経ってるのかな。まあ、きっかけはさっきも言いましたけど、友達にお医者さんがいて、で、消化器外科と泌尿器外科の友人がいて、彼らが腹腔鏡やってるっていうことでいろいろ教えてもらったのがきっかけかな。腹腔鏡手術を何から学びました？まあ今言ったように友人の手術を見学させてもらったり、まあお医者さんですけど、いろいろこう DVD もらったり、あと専門書もらったりして、少しずつ見るところから入ったかな。あとアメリカのコロラドの州立大学の腹腔鏡の先生が YouTube でアップしてるのを見て、こうやってやるんだみたいな感じで、最初は実際に手を動かすことよりも、まあ、目とか耳とかでいろいろ聞いて、いろいろイメージしたところかな。実際に動物医療で腹腔鏡やったときはこういうふうにやるのかなとか。腹腔鏡手術のセミナーにも行かれたんですか？行きました、行きました。さっきも言ったカールツストルツが主催しているセミナーが国内外にいくつかあって、始めるときは年間3回ぐらい行ってたのかな。今はもうなんかね、コロナ禍なので全然そういう情報もないし、実際にね、コロナになる直前3月に本当はね、コロラドとかそこにいる先生とかに会いに行く実は予定がありまして、残念なんですけど、それも全部コロナでキャンセルになっちゃいました。では次は腹腔鏡手術で行う避妊手術の手技について解説いただければなと思います。はい。質問にもありましたけど、卵巣だけで行くのかとか、卵巣子宮両方行くのかなんですけど、うちは卵巣も子宮も取ります。卵巣摘出手術だけを推奨している人たちもいますけど、スピード
ありきかなと思ってて、卵巣だけ取るんだったらもうすぐ終わります。腹腔鏡の場合は多分ものの2分もかかんないんじゃないかな、左右で。まあ、卵巣子宮摘出手術は、まあ、これまでうちが行っている避妊手術の方法が、まあ、卵巣も子宮も全部取るっていう方法に統一したいっていうのもあるし、いきなり腹腔鏡になったから卵巣だけっていうのもまた変かなっていうふうに思いますし、やっぱり卵巣だけだと技術が一向に上がらないと思います。子宮取るのって結構難しくて、腹腔鏡で人体血管の処理で子宮間膜の処理で根元の血管の動脈の処理とか、左手の使い方右手の使い方とかっていうのも、実際に子宮まで全部やって、僕もどうかな、100件ぐらい腹腔鏡でそれやるようになってから、他のまあ、胆の取る時だって副腎取る時だって他の生検もそうですけど、卵巣と子宮全部取っといてよかったかなっていうふうに思ったので、僕は卵巣子宮摘出手術をやりますし進めます。時間的にも長く短いですよね、腹腔鏡手術の避妊手術。うん、短いです。最初は時間かかりましたよ。それ最初は時間かかったけど、今は、回復よりも実は早いんですよね。では次、腹腔鏡手術をやってよかったこと。先ほど疼痛の面でのお話が少し出ましたが、はい、それ以外にもあるのでしょうか。まあ、痛みが本当に少ないっていうのは実感してて、まあ、術後本当30分とか1時間で歩き回っているワンちゃんとか見てると、本当やってよかったかな、やり始めてよかったかなというふうに実際に思ってます。獣医師としてキャリア的にも、なんか次なるステップに行きたいって言った時に腹腔鏡と出会って、まあ新しいことにチャレンジさせてもらってるし、常になんかこう日進月歩だけど、まあ、経験も積んで技術も向上していくっていうのがすごくやり始めてよかったかなっていうふうには思ってますね。はい、ありがとうございます。これで獣医師の先生からのご質問落とし込んで解説いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回こんなもんでいっか。ヘイヘイ、ガールたち、質問は一つでお願いしたいな。ここからは腹腔鏡手術に関係のない質問のまとめです。はい、おまけコーナーですね。おまけコーナーです。はい、おまけコーナーありがとうございます。はい、では早速いきます。はい、一つ目です。好きなブランドは何ですか。好きなブランド好きなブランドか、好きなブランド、服なのかな、やっぱそれは。どうなのかな。そうです、服だったり車だったり、はいはい、フリートークだもんね。フリートークです。フリートークですよね。ジェームス・パースっていうあのブランドが僕非常に好きでですね、アパレルですね。これはアパレルのブランドになります。あと車アメ車がすごい好きなんですよ。これまでにフォード、シボレー、キャデラック、今ジープ、あのアメ車バカですね。はい、他に何かあるのブランド、何のブランドを指してるんでしょうね。スニーカーだった。あー、スニーカーナイキかな。で、僕ね、あの革のシューズも好きで、オールデンっていうあのアメリカのブリティッシュスタイルの、趣味がね、意外とあの靴磨きっていうのがあるんで。はい、じゃあ時生先生の革靴の写真がこちらです。ね、綺麗でしょ。はい、では次のご質問です。はい、先生の趣味は何ですか。今言った靴磨きも一応趣味なんですけど、一番の趣味はスケッチかな。絵描くことがすごい好きで、従業員の、似顔絵とかも描きますし、結構古臭いアニメのキャラクターを iPad で結構描いていたりもします。また何かあったら紹介します。基本パクリですけど。はい、はい、ありがとうございます。はい、次のご質問は、清先生のお知り合いの方だと思います。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。いつも YouTube 見てます。はい、ありがとうございます。動画の編集は先生がされているのですか？はい、僕、全部自分でやってますね。結構最初大変だったんですけど、まあ、見てもらっている方にはわかるかもしれないですけど、かなりふざけたね、編集にもなってますけど、結構、ああいう感じのテイストが好きなので、
真面目にふざけてやらせてもらってます。はい、これは YouTube の内容のご質問です。はい、腹腔鏡手術以外のネタは話さないのですか。腹腔鏡手術以外のネタ、例えばどういうこと。例えばおそらくない。 I'll be back. Helmut's bringing it to you. Don't stop till you get enough. It feels good to you. Do what you want.Rollin' with a rhythm that's all mini meals. Nuff skills when I give them. I got the dance steps. Edge of pop on in your boom.